和歌山で乾杯。今回は私ウィンズ平坂が担当です。こちらルーセント吉田にありますロココさんにお邪魔します。今回お邪魔したのは和歌山市吉田ルーセント吉田5階パブラウンジロココです。店内にはお客さんから送られた品々、家庭的な雰囲気が疲れた心を癒してくれます。迎えてくれたのは、いらっしゃいませ。あのママ、ロココってっていうこうお名前じゃないですか、お店。はいはい。あのこ心の逆。そうです、坂から読んでロッコです。はい、なんか下に心って書いてたから、はい、あ、これをなんか逆に読む意味ってあるんですか。あの心って流されやすいから、はい、坂から読むっていう感じで、ひらがなでロココ。あのカタカナのロココ調でちょっとよく間違えられるんやけど、はい、そうじゃなくて心の逆という、はい、で心は流されやすいということは、ママもいろんな男性に流されてきたとか。いや、それは言われへん。あ、言われへん。お家に帰ってきたみたいなお店やって聞いてるんですけど。そうですか。なんか入り口がこういうご商売じゃ ないところから入ってるって。あ、そうです。最初はね、主人と娘が、はい、あの楽しくこう、みんなでこう、明るく、うん、あのそういうような店ができたらっていう感じで、集う店みたいな感じで始まったんですね。そうです、そうです。はい、めいめいそれぞれの仕事が忙しくって、はい、でまあたまたま私がちょっと手伝いに入ってたもんで、はい、あのそっからなんです。そっから手伝いが。いやけど、もうでも手伝いって言うてもね、もう全く喋りもできやんわ、はい、もう本当に何も知らんわで、うん、こっちは喋りたいんやけど、はい、もうあの話がついていけないんですよ。なんかそういうあの知ってることがないんで、はあ、会話が知ってることっていうか、なんか夜のマッチの、そうです、そうです、お姉様方が喋るような話題はないんですよ、はい、持ってないんで、でついていけやんので、もう黙ったまんまで、もうお客さんにももう突っ立ったまんまやなとかよく言われました。いや、まあそれは褒め言葉ではないです。ないですよ、ないですよ。もうどうしよう、みたいな、もういつやめようかなぐらい思ってましたよ。でも意外にそこがなんていうか自然体っていうか、あ、いや男心はそこがくすぐるところが。いやいや、運良かったんですよ。どんな運ですか。運っていうか、いいお客さんに巡り合えたっていうか、うん、だって、まあ、ほんでそんな大儲けも、はいはい、あのそんな知らんから、はい、ここまで。あ、もう儲ける儲け方も知らなかったってことですか。いやいやいや、儲けたいですよ。儲けたいんやけど。なんですか、お家に帰ってきたような雰囲気のある。そう、話術とかそんな持ってないから、ほんま何も用しやんから、はい、逆に言うとお客さんがこう来て、ママが自然にこう答えてくれるから、お客さんの話術がどんどん磨かれていったりするお店なのかも。激に私がパワーいただいてるんですね。パワーだけじゃなくて、もうこんな送り物まで持ってるじゃないですか。ありがとうございます、たくさん。でもそこのなんかそれもなんかもらったんですか。そうです、そうです、これボトルの、はい、これも作っていただいて、なんか工作したようなものがたくさんある、はい、それが一つ一つがお客さんがプレゼントしてくれた、はい、それもほとんどなんか手作りっぽいものが多いです、はい、ということは、こう皆さんがそういうふうに引き込まれて、知らん間にまあ、ママの虜になってるんじゃないですか。いやいやいや、そんなことないです。そんなことないんですか。あのお客さんの方からパワーいただいて、はい、もうほんまに感謝です、いろんなこと教えていただいて、今もうほんま
なんかそうだってこんだけ続くこと自分でも不思議。そうですよね。なんかそもう控えめに行けば控えめにこうなられるほど、なんか僕も含めてそれでやられてんのかな。いやで本当にね、あのなんですか、ピュアな雰囲気っていうんですか、うん、ママに一曲あの好きな曲歌ってもらいたいなと思ってるんですけど、ええ、あのどんな曲をいつもお歌になられるんですか、お店では。あんまり歌わないんですけど、はい、あのあこの歌がいいなと思ったら、はい、覚えたい、それが新曲なんですよ私の。あ、はい、お客さんが歌った曲を聴いて、はい、あいいなと思って、うん、ちょっとなんかそう言われると、あのお客さんの時で歌う方もプレッシャーですね。それいいね、もう覚えたいねって言われへんかったら下手やったんかなってそんなことないですか。はい、じゃあちょっと一曲聴かせてもらいたいんですけど、あよろしいですか。はい、あのコロナでちょっと落ち込んで、はい、ちょっと頑張る意味で覚えた歌です。はい、はいはい、誰のなんていう歌ですか。人生これから、はい、上沼恵美子さんの、はい、聴かせていただけるんですね。はい、揺れ強く降った、雨も止んで澄み渡る青い空、心で頑張ると呟いてみる。うまくいかない時もある、幸せまるで矢印の上、ゆらゆらゆら揺れるけど、人生これからこれからですよ、また今日という歌うまで緊張するし、私やっぱり歌わへんとか、もう曲は変えたりいろいろして、すいません、もういや歌い始めたらもう振りまでついてますやんか。いやもうごめんなさい、もうか歌手様の前でもう本当にほんまにあのすごく、あの一応レコーディングとかもやる人間なんですけど、あのピッチって言って音程もリズムも、いやいや音程悪いんですよ。嘘、ほんとほんと、もう本当にそんなこと言われて、僕人前で歌ってたら、いや本当に良かったです。ありがとうございます。俺なんか騙された気分ですわ。いやいや、もう全然ダメでですとか言いながら、いやいや、もうめちゃめちゃ振りもついてましたから。いやちょっと恥ずかしい、ね、恥ずかしいです。すごかったですよ。恥ずかしいですね。いやすごかった。京子ママとウィンズ平坂さんのトークいかがでしたか。ロココでのお話はまだまだ続きます。次回も酔わせちゃうわよ。